はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第13回やっていきたいと思います。ドラゴン系のイベントがちょっと今進んでいるので、こいつですね、もう名前忘れちゃった。一応アーティファクトも一つ持ってますので、まずはワールドマップへ出てアーティファクトを置きますか。竜骨、じゃあこれをどこに置くかというと、ちょっと遠くなってきたよな。あれ、こっから右行けないじゃん。ちょっと右目にマイホームを置いちゃったのかな。まあいいや。で、そうだね、こっちとかになるともう結構遠いよな。ここでいいや、適当だけど。まずそもそもダンジョンなのか街なのかわからん。ダンジョンっぽいけどちょっと街っぽい雰囲気もある。骨の城、でも仮に街系だったとするとちょっと情報収集が必要だったりするからね、それが若干めんどくさい。おお、街系、いや、いきなり始まったんだけど、課外活動とはいえ情報収集か。やっぱり僕らはこの先の丘にある薬草を取りに来た。骨の後ろには骨骨の怪物がいる。魔法学園の生徒です。3種素材合成の課外授業、テスニーゼ先生がここにある材料で何か作れって言うんだけどよくわからない。地元の花人さんたちにも手伝ってもらったんだけど失敗ばかり。何か3個アイテムを取ってきてくれませんか。僕は合成しますか。何かってなんだよ、何でもいいの。あ、なんか出てきた、先生が出てきた。大丈夫です、ちゃんとやってます、よろしい。ふう、あの先生怖すぎる。薬を作ってます。昔からあの丘に生えてる植物にはマナの力がたくさんあった。まあ先へ進んでいくか。とりあえず奥まで進む、超いっぱいいる人が好かれました。全員話すのめんどくせえな。リンプン、え、ウリペングサの根を見つけたって、別にこいつが見つけたって言ってんだよ。疲れました。俺が見つけたわけじゃないよね。はなんか勝手にやっぱアイテム収集したことになってんだ。いいとこまで行ってそう。いや、わかんねえ、何集めればいいのかとかわかんねえんだけど。あ、じゃあこいつらから3つなんかあれか、いいものを集めろってこと。あ、多分リンプンもあれなんだ、ちょっと別のやつを。 G2 つもはやわからんものが。青コケで、こいつは星のおたわり。これも手当たり次第だよね。1個はこれでいい感じとかわかんねえ。こっちはいけねえしな。え、ちょっと待って、なんかヒントプリーズ。怪物とてっきり戦うもんだと思ってたけど、ちょっと種類が多すぎるよね。こいつなんか教えて、あ、しまった、全員あれか、アイテム系か。葉っぱ、尻尾、なんかゴミそうなアイテムばっか手に入れたな。全然ダメ。なるほど、それは全然ダメっていうのもいいヒントだよね。ちょっとやってみよう。お、なんかヒントっぽいのが出てきた。ドミナのマッチの占い師でも聞いてみたくなる。一応行ってみるか。じゃあ、赤い花火と青い学生、銀のキノコ、よしよしよし、ありがとうございます。青い学生2人いるやんけ。でもこっちはダメだって言ってたよね。ま
まず、あれ？なんかないかなになってる。赤い花火とってどれ？あれ、なんか話さなきゃダメ？こいつに一回。これを聞いて、一応こいつも聞いとく？先生の話は大丈夫か？で、リンプーン。で、物的にこれいいっぽいよね。星のおたわり。で、銀の、あれってどこにあるんだろう。青コケじゃんけー。これは多分ダメでしょう。いいとこまで行ってる。できたぜ。トライアグラン完成。子供が飲むと頭が爆発しちゃう。意味がわからん。バードが間違って飲んで半日間街中を走り回ってた。君にはこれをあげよう。楕円の種。そういや、種とか全然やってねえな。課外活動終わり。これさ、なんかやる意味ある？ちょ、申し訳ないけど、アーティファクトがねえ。またイベント探さないとな。とりあえず種植えてこよう、家行って。収穫の時期だ。もうペットとかも全く見てないからね。あとサボテンくんどっか行っちゃったまんまだしさ。収穫しよう。これなんだ？時計パイ。あ、そうだ、入れなきゃいけねえんだ。これ上になってるのって言ってたの？あ、多分これ影のところに行けば取れるな。で、このハートみたいなやつも。ハートミント、もう一個あるね、左にハートミントが。これさ、取って結局どうすんの？活用方法がわからん。あれ、こんな種、丸い種か。普通だな、大きな種。これなんか半永久的にさ作れるよね。細長い、小さな、大きな、楕円でも1個しかないんだよね。細長い、小さな種でいいや。もうしょぼいのができそう。じゃあ行くか。お、ルリ君仲間にしたらイベントが進んだ。どうした？なんだか置いていかれそうな気がした。出かけるの？ああ、お留守番。いや、3人で行けばいいじゃん、別に。外は危険、ここも危険。いや、なんで？意味がわからん。ここが危険な意味がわからない。外は危険だ、ここも危険か。いろいろあったしな。うちに誘う。うちは安全なの？家とか家族とかが欲しい。え、とりあえずルリちゃん、ルリちゃんじゃねえや、真珠姫連れてけるってこと？いや、一応さ、ルリ連れてもう一回さ魔法学園行きたかったんだよね。ジオのイベント進まないかな。特に変化はない。真珠姫連れてきてみる？同じ趣味だしね。いた。なんかぐったりしてんだけど大丈夫？仲間なんねえし。そうか、仲間にはならないのか。仕方がない。特に奥に行けるわけではなさそうだな。なんもないんかい。帰ろう。ちょっとまたドラグナーみたいなやつ連れてくるか。多分奈落に行けばね、いると思う。パターンからして奥まで行かなきゃいけないってなるとちょっと面倒だな。あ、いた、入り口にいるわ。竜を探すのか。あ、わかんねえけど探そう。次は骨の城だ。そう、教えてくれんだけど。骨の城だってさっき言っても何もなかったよ。こいつ連れていけばいいのか。
行き先教えてくれるのはいいな。わかりやすい。でもう一回骨の城行きますか。まあ、こいつがいてなんかやってくれるっていう感じかな。おおお、なんだこの木は。みんな右向いてんじゃん。まあ、ただなんだろうこの不気味な声。何があった。それがこの辺で草や鉱物を集めて薬の材料に使っている。薬草は万病に効く。骨の後ろの方から変な声が聞こえる。地獄のドラゴン、古いドラゴンが住んでいる。地獄のドラゴン、トカゲと同じ。ひえー、行くか。トカゲなど一刀両断よ、来る。は？なんだ？騎士じゃねえかよ。これなんだ、シコンの音量。てかドラゴンマークがついてんね。され人間ども、ここは己らがたやすく入って良い場所ではない。立ち去らない。やってやろうじゃねえの、ドラグーン。ジャジャラに会いに来た。そこを通してもらおう。そうはいかぬ。来い、飛ばしてやる。当たらん。まずこれだな。いった。意外にね、あのこいつも攻撃力強いからね。ダルクだっけ、ロケットパンチ打ってんだ。あ、ひるんでねえわ。スライディングしてきてるから、ひるんでない時にはこのハメが一番いいんだけど。あと2発くらいいけぞ。まだか、しぶとい野郎だ。ちょっと待って、お前経験値どっちがレベル上がった。あいつレベル上がんなかった今。あ、大丈夫だ、俺だ、全回収してある。でいけんのか。おお、入れないんだけど。あ、入れた。なんだこれ、え、なにこれ、こっち。いや、いきなり意味がわからん。スイッチが3つ、あともう1人いないと作動しないかもしれない。え、3人連れてこれんのこれ。3人、なんかね、ペットは連れていけるみたいなんで、こいつ連れてこう。ただの数合わせだからね、ラビなんて。レベルがいくつかもよくわかんねえし。では、戻ってきました。スイッチが3つ。ちょっと待って待って待って。仕掛けのようだな。ここは慎重に。なんだ？おお、取り残された。そしてアイテムがある。巨獣の角、戻ってみる。全然わかんねえとこに出てきたな。ソードマンがいる。ちょっと上当たんねえんだけど。ガードされてる。盾にもなんのかこいつら。これ当てずれえな。一匹はもう倒せそう。この剣さ、たまに強いの落としてくれっからね。金、オリハルコン、マジか。あばら部屋、よくわかんねえ。なんだ、あ、いけねえ。あ、いけた。なんか兵士がいる。俺はもうダメだ、城に飲まれる、ほっといてくれ。うわぁ、魂を吸い取られたか。お、なんか出てきた。そしてどっか去っていった。よくわからん、それだけか。
このソードはまたいるんだよね。そうするとこの狭いところで、てかほんと当たんねえな、これピンポイントじゃねえと当たんねえわ。くそ、やべやべやべ、これ残像みたいなのが残ってる。金、金はほんと全然手に入んないからね。120円、これで120円か。また、あ、魂がいる。スイッチ、消えた。ワーコードよ、主も骨の城に飲まれた。案内してあげよう。道に迷った時わしの仲間に声をかける。あ、こいつらもともと飲まれちゃったやつなの。お、なんかいる。なんか普通の、あれ仲間なの。ダビがいる。取り返した。悪魔の肉ってことはもう一人もか。こいつ敵かと思ったら味方だった。こっち行ける、行ける。こっちから来たのか、下が行けんのか。じゃああれ、ちげえな、やっぱこっちから来たんだ。こっちから来てこっちへ行けるんだ。似てるからわかんねえよ。ダフィーヒットポイントすっげえ低いんだけど、なんか星みてえなやつ攻撃してるし、超役に立たなそう。そのくせ経験値パクんなよ。雨、こっちはいけない。うん、なんか戻ってきた。スイッチが2つ、スイッチ押せんのかな。せーの、開いた。昇降装置だから、あ、こいつがいる。どこに行きたいんだ。2階へ行こう。3階もあるってなるとちょっと広そうだな。2階でラルクを助けて3階に行く感じかな。剣振ってきたミニドラゴン、超弱え、爆発してる。経験値180、まあそこそこだな。これ魂じゃないか、普通のろうそくか。この巨人もなかなかだな。でこっちも行けるね。なんかいる。封印な着物はサールがいい。ここの場にはわしではない。じゃあまず何かをしてこないといけないんだな。ここはまずはケチラス、消え去れ。全然持ってねえな。これは関係ない、これは関係ない。何もなさそうだね。これも別に宝箱ってわけじゃないからね。まあ、しらみつぶしに行きますか。ここはここで敵がいる。取りつかれた。取りつかれてもまあ攻撃はできるからな。多少強引に行こう。何今の、誰の攻撃、こいつの魔法。パワーあるな。ほらほらほら、ダビ死ぬな死んだ。役立たずか、チョコでも食ってろ。軽流軽油、わかんねえの手に入れたな。
なんもない。あの動いてる骸骨とかもなんかありそうでないからね。3階行ってみる。ん？どこ行きたいのかい？3階。後ろ上に魂がうろついてんな。ラルクを探してるのか。誰？あれこっち1階あったっけ。なぜティアマットの言うことを聞くんだ。ティアマットがなぜドラゴンを殺そうとしてるのか理由を知らぬわけではない。知らねえよ。そうか、すまねえが死んでくれ。ラルクを殺さなくても済む。お前に俺が倒せるかな。強い。ちゃんと動くな。やばいやばいやばい。死んだ。おパークら変な一回の攻撃ではめ殺すしかない。俺が倒れるのが先か、お前が倒れるのが先か。しかしいざとなれば逃げてヒットポイント回復できたな。やばい、50切ったらちょっと回復するか。行って行って行って、しゃがもう、しゃがこっちか。しゃがみ続けなきゃいけないんだ。必殺技使おう。ライジングクラッシュ。当たった当たった。ピョってる。勝った。さすがに強い。必ず仕留めてみせる。消えた。いやちょっと待って、あなんか鍵がある。鍵を手に入れた。そのまんまだな。どこの鍵だ。うつろな瞳。宝箱。漆黒の羽。かっこいいのが手に入るようになってきたな。オリハルコンとかね。上登っちゃってるけどいいのかな。死の桟橋。すげえ普通だった。モンスターのヒナ。見らねえんだけど、モンスターのヒナとか。こんなさ。いやいやいや、え、ちょっと待って。ここってそれだけ？帰ろう。いなくなってないかな、なんか。アウラ。なんかここそういう感じなんだね。いや、いいよ。消えよ、アウラ。死の桟橋が何なのじゃ。また2階に戻る？こっち側行ける？行けんじゃん。あばら部屋。死者の爪。こいつなんかしてくれるかな。いや、なんもねえ。右側は渡ってないもんね。こっちも行けないし。じゃあ2階へ戻るか。1階とかってでも鍵のところあったかな。魂が増えてる気がするんだけど。あ、地下とかあんじゃん。あれ？関節廊下、ここが地下か。地下から入ったんだ。あれ？どうなってるこれ。こう来て、こいつは戦ったよね。もうなんかあんまり経験値も微妙だからな。これ別に上の階段には行けるわけじゃないから。あばら部屋ガチャって開くけど、ここに来るだけだもんね。でこれはこっちだけど、あれこれここをこなすとどこ行くんだっけかね。モンスター鍛えると強くなんとかな。今のところ有効性が見受けられないんだけど。
鍵をどこで使うかだよね。ここだって吸い取られたとこでしょ、死んだやつがいたとこ。関節廊下、あれ近い深い、ちょっと待って、いちいちこれやんなきゃいけないの。地下1階にいたから1階にも行けるってことか。もともと1階にいたんだと思う。今は行かなきゃよかろうとか言われちったよ。で2階へ行こう。関節廊下、いや鍵って感じじゃないよな。ここも多分違うよな。でここも違うんだよね。ちょこいつ話してみるか。おお、いけるようになった。あ、いる姉さん。え、起きろ、すまん、マスクあんな罠にかかろうとは。ここで一回いけるってこと。はい、結局鍵を取ってここへ来ればいいってことだったんだね。ではいざ一階へ。いけるはずだ、いけるようになった。ここもでもスイッチ、ここはあれか、最初の引っかかったとこか。あれ、もう一回これ引っかかったとは。お前はあっちら。いいか、行くぞ。え、開いたは開いたけどさ、結局それだけ。3階へ行こう。3人揃ったことによりどっか行けるとこある。ああ、でも関係ないか。まあいいや、上行ってみよう。ちょっと、お、死の桟橋で何かが起こる。何人たりともここを通すわけにはいかない。もう通ったことあるんだけど。なんだ、砦落としのラルク皇帝、ティアマットの通りで強いはずだ。100年も経って貴様に出会おうとは。お、なんかすげえ普通に強そう。ほら、しかしやることは一緒、皇帝だろうがなんだろうが俺のキャー技を使ってくるか。さすがにダービー一発で死ぬ。離れて何ターン、2ターン3ターンあれば絶対出せんな。あー、やっぱ3ターンかかるか。ちょっと待って待って、動けねえ、ガードしとこ。軽傷だな、倒した。基本的にそんなに敵は強くないな、むしろ楽に倒せる。やはり強い、貴様らならやれるかもしれん。死に損ない目、それは俺も同じか。無垢玉座、え、またボス。ちょ、ラビ早く来い。マナの力を感じる。ジャジャラメ、ここにいるのか。ティアマットに借り、お前を倒しに来た。ティアマット、私と差し違い、奈落に落ちても未だ私欲のためにマナを求める。愚かなり。いや、これ潰されてんだろ俺でも。え、なんでティアマットと差し違えたほど強いんだよこいつ。おっと、おい、痛い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 。何これは、技使ってくるな。逃げよ、ここガード。うわー、
ドクターン。さすがにやれな。とりあえずはめられるだけはめよう。きた。この間はちょっと回復に忙しいやつが狙われてあげて、そしてこの下からの剣を打てるだけ打つ。回復誰も当たってない。的がでかい分これもね当てやすいんだよね。もういけるっしょ。パターンは一緒だな。あれ、あ、大丈夫か。ボス2連戦だったけど、待ってラビお前邪魔だ。俺の経験値をパクるな。よし大丈夫だ。え、なんだ、また復活した。第2形態なんか石像持ち出したけど、しょうわかんね。まあ少なくともさっきよりは変わんねえや。やることは変わんない。え、どうなんだ、落石か。一発の火力がちょっと高くないと。てか十分高えな一発の火力すえわ。え、ちょっと待って待って待って、今度はどうなってんだ。おい、これはパクられた。半分くらいパクられた。クソ、己ティアマットめ、そうまでして世界を。安心しろ、もうそんな心配をせずに済む。今度こそ奈落で永遠の眠りにつくんだな。やはりここからマナの力を感じる。俺はさ、マジでなんでこいつらに協力してんの。変わる。こいつの力のおかげでこの辺りの草は強力な薬草になっていた。それを隠そうとジャジャラはこの城を建てた。建築臭いこと、何か聞きたそうな顔だな。マナの力について。マナの力が何であるかなど俺も知らん。パワーが凄まじいのは分かる。奈落の死者を蘇らせることすら可能。ティアマットさんから受け取れアーティファクト。お前の働きに感心している。残るマナストーンは一つ、俺たちが蘇る日に近い。結局一つしか聞けなかったんだけど。四魂の御礼終わり。はい、というわけで、このドラゴンの物語がなんか今のところ一番進めやすいですね。多分このまま、進んでいくと思います。またアーティファクトをね手に入れたんで、それは次回使っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。